ドビングしようと思ったきっかけとかっていうのは何かあるんですか？きっかけはですね、まあ、単純に言うと筋肉をつけなかったから、他の人にも負けないようにドビングとかっていうのが一番ですね。1年間ナチュラルでやってた時代っていうのはあまりこう体のこう変化とかっていうのは自分がどうですか、こう思うような結果が出なかったって感じですよ。そうですね、日に日にちょっとずつ大きくなるんですけど、そのチームの先に通ってる方のを越せるような変化はもう絶対ないなっていうのが分かったんで、この人たちに立ち向かうためにはまあやるかっていう。なるほど。大会に出るっていうモチベーションではなかったんですね。はい。だただ単にこう日常生活の中で、この人たちよりもでかい体を手に入れたいという欲求というか、元で、ドーピングをしやしたって感じですね。はい、そうです。なるほど。最初はなんかこう、まあ、さっき言ったように口から傾向ですよね。でまあ、その辺はなんですか、もうなんか情報はどっかから、ネットで調べれることを調べたのと、またツイッターとかでこれ正体を隠して投稿してた方が何人かいらっしゃって、そこを参加させてもらったり、あと海外の自分の次の記事とかを翻訳して読んでみたり。じゃあ、まあ自分なりに、まあ、勉強というか研究して、こういうものを取るとかっていう感じですね。はい、そうです。だからその抵抗は全くなかったですね。じゃあそのステロイドというナチュラルじゃない、薬物を使って筋肉を手に入れたいっていう、筋肉を手に入れることに関しては別にためらいとか、そんなに躊躇することはなかった。そうですね、みんな多分隠れてやってる人もいるので、そこに抵抗はなかったですね。なるほど。なんか例えば、まあ、学生時代なんか部活とかそういうのはやってました？ずっと帰宅部でもうトレーニングし始めた頃はそのでガリガリで、多分体重60キロ前後。背結構高いですよね。はい、180、80。すごく細かったですね。そうなんですよ、それでガリガリだったのが嫌で。じゃあすごい細いっていうのにコンプレックスがあって、はい、体を大きくしたいな。はい、そうです。なんかまあ、ナチュラル1年間やってて、まあ、さっきこの人たちには多分追いつけないって思ったのは、なんすか、こう自分の中ではやっぱりトレーニングというところではもうこれ以上できないっていう感じだったんですか？そうですね、それ以上やって、あとは時間をどれだけかけるかなっていうふうに思ってて、その時間をどんだけ短縮するしたくて、そのためにはっていう感じでした。もう手っ取り早くって。そうですね。トレーニング自体は好きなんですか？トレーニング好きです。でもやっぱりなんすかね、最優先させるのはとにかく筋肉を早く手に入れたいっていうところ、効率よくできればいきたいなっていう。じゃあ、まあ、初心に帰れば、そのね、まあ、初心地でもまだ最近だけどね、1年半前かな。ナチュラルでちゃんとでかくなれるんだったら、ナチュラルでなりたかった。別にそうでもない。そんなに今思っても別に後悔もない。後悔も全くなくて、もともとオリンピアの選手とかも好きだったので、そこに憧れがあったので、そうなれるからなりたいなっていう。まあ、そうやって最初じゃあ、口から入れて、取って、まさか体調とか、あとそれから逆に、いい方、悪い方、両方教えてほしいんですけど、よかったってことありますか？よかったっていうのは、本当に、僕のことに聞く前に、もう30分ぐらいに、思ったんですけど、まあ、だいたい、明らかにやる気が上がって、もう、集中できるっていうか、っていうのと、あと、どれ、まあ、投資とかをちゃんと取ってれば、3時間とか4時間トレーニングしても、まあ、集中できる。バチャンだったら絶対、1時間、2時間でも、できちゃうんですけど、できたので、しっかりトレーニングできたのかなっていう。で、重量も、もう、明らかに上がってきました。じゃあ、悪い点は？悪い点、副作用か、身体的な特徴で言うと、ガイナって言われる女性化乳房になったり、あと男性ホルモン、自己テストステロン値が下がっていくので、自分で男性ホルモンが作られなくなって、睾丸とかが溶けてとかってか、小さく、もう明らかに、あ、そうなんだ。ちょっと、はい、で、ジンジンちょっと痛いみたいな感じのが、最初の頃は何も知らずにやってたんで、ケア剤とか飲んでなくて、まあ、ケア剤ってのがあるんだ。はい、そうです。もう一応、副作用を消すためのものがあるんですけど、それとか飲まずにやってたら、もう体調どんどん悪くなって、まあ、うつみたいになりますし、あ、うつ病。そうですね。やる気が全然なくなっちゃったり。その時期はじゃあトレーニングもできない？トレーニングだけできるっていう。トレーニングの時はめちゃくちゃ躁鬱みたいな感じで。トレーニングの時にそう状態。そうです。はい、状態でトレーニングして。先生が躁鬱になっちゃう。もうずっとなんかベッドの上で無気力状態みたいな。もう一番弱い時ですけど、こうそんな感じでありました。で、そこから、まあ、これはまずいぞとなって、うん、ちょっと事前に話してたっていうことなんですけど、まあ、うん、ちょっと、一回だってことですね。そうです。この注射に変えてやるんですか？全然そういう、副作用とか、減りました？あるはあるんですけど、その蛍光剤に比べてその肝臓とかで代謝しない、まあ、肝臓とかは大丈夫なんですけど、まあ、ガイナとかそういう抗がん剤の部分では、まあ、注射でも、うん、ありますが、それは変わらないな。はい、まあ、じゃあ今26だけど、もうじゃあ性欲とかもだいぶ落ちる？もう今は全くないですね。あ、ないんだ。最初打ち出した頃はもうなんていうんですか、10代のもうピークよりもさらに上みたいな。あ、逆にね。はい、もうバーンって上がったんですけど、そこからもうその隠れた時は自分では作られなくなってくるので、打ち続けない限り、もう多分
ゃ良くないと思う。そうですね、今全く感じたので、なんか思わないですね。途中車に変えてからは、あれですか、体のこう、いい方の、いい方、まあ、自分が望むこう筋量の増加とか、その辺はやっぱ明らかに向上した感じ。そうですね、ベンチベースもどんどん重さが上がっていって、あと体重もめちゃくちゃ増えて、あとご飯とかも、もうすぐお腹が空くようになって、もう、どれだけでも食べれるっていう。食べても太んないですけどね。そうですね、むくみはするんですけど、大きくはありますね。なるほど。注射はどうしてるんですか？どっからネットで買ってるんですか今？はい、今ネットで買えるところがあって、本当はダメなんですけど、多分売ってるところがあって、うん、そこでもいつからいなくなるか分かんないんで、まとめて、100本とか、まとめて買って、ちょっと持ってるって状態で。いろんな、あれですか、いろんなものを、いろいろ、要は、なんだろう、分かんないですけど、全部がその1本に入ってるわけじゃないでしょ。いろいろ自分でこう、薬物のこの種類をチョイスして、自分でピックアップするわけ。はい、そうです。自分でいろんなお試しして、自分どれだけ出たらどうなるとか、ちょっとずつ変えたりして、やってみます。なるほど。じゃあ、そういう、すごい、じゃああれだね、研究じゃないですか、知識がないと、効果も出ないし、危ないし、っていうところ。そうですね、そうですね、考えて使わないと意味なかったりはすると思います。実際に何を使ってるんですか、その、入れるものは。僕、基本的に使ってるのはテストステロン。いいっていうエランセートっていう、分解してる、1週間ずつ効果が続くやつを普段使ってて、それプラス、EQ っていう、ボルゼロンっていうのとか、ちょっと絞りたいときは、トレンボロンも入れたり。あ、この間あれですね。JPPA。それはあれなんですか？ダイエット系なんですね、じゃあ。一応トレンボロンを脂肪を燃焼しながら筋肉をつけるっていう、まあ、どんだけ、ね、ご飯食べてても、売ってれば、多分、痩せていくと思う。筋肉について、脂肪は上がっていくっていう、一般容量になるんですけど、ですね。でも、副作用がちょっと強いので、これも、ものは、使ったり使わなかったり、してます。今じゃあ、注射を自分で打って、っていうことですか？どこに打つんですか？大体は、一般的にはお尻。で、中臀筋だと大臀筋に、打ったり、僕は足にも、打ったり、下を切る下を、外足に打ったり、打ってる人は肩に打ったり。後半に寝たりする人も聞いたことがあります。はい、打つ場所によって何か変わるんですか？いや、打つ場所変わるものもあるんですけど、インスリンとかだと打つ場所によって変わるんですけど、打つ場所に効果が出ると。そうそう。なんですけど、僕のやつはどこでも同じというか、筋肉から吸収されて。じゃあ、まあ、痛くないところとか、刺しやすいところってと。そうそう、あといっぱい打てるところ、大きい筋肉。お尻とかは3ミリ、4ミリ、3ミリリットルとか入るんですけど、足とかは1から1.5とか、2とか、それ以上ともパンパンに腫れて、腫れちゃう。もうトレーニング一周ができないんで、もう歩けないぐらいの状態になったと思って。痛い。めちゃくちゃ痛いです。あ、そうか。知らずにやると、一発目の3の下の子は、そうなの、あれでやると接種が。そんなになっちゃった。なるほど。じゃあまあ、ちょっとね、僕今聞いて、本当になんかすごい世界だなと思いましたけど、